沖縄手帳発行人の時間第373回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、愚数曜中がなびら沖縄手帳発行人の前城です。皆さんいかがでした？旧正も終わりましてですね、その昨日から沖縄すごい天気が悪くなって、今日風バーバーという感じですね。すごい風ですね。そうたまたま昨日今日私は朝やぼよがあって海に行けなかったんですけど、こういう時に海に行くとですね、風が強いと大変なんですよ。はい、前も経験あるんですけど、北風が吹いて離岸流のものが発生してですね、下手すると沖に沖にどんどん流されて行きかねないんで、はい、今日はやぼよがあったんで海は行ってないです。危ない時はやめてくださいね。はいはい、旧正月にはね、みんなで集まってちょっと乾杯しましたけど、ね、家族でですか？いやいや、海の中で。おじゃあ、はい、また新しい年の始まりですね。そうですね。で今日は旧暦の1月の3日、はい、初九死、仕事始めの日になりますんで、よろしくお願いいたします。はい、実は今日来年度、早いんですけど2024年度の沖縄手帳の第1回目のミーティングが開かれるという予定になってるんです。はい、早いですね。仕事始めしますんで、ちょっと早いですけどね。はい、2024年の話ですね。はい、そうなんです。はい、また来年の手帳も楽しみですね。では今日も沖縄のお話していきたいと思います。聞き手は FM ギノワン田辺由紀です。 FM 小座 FM 那覇をお聞きの皆さんもユタサルグトゥニゲーサビラ。さて、この番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか？面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチ今日はウチナークイズ、沖縄マニアは腕試ししてね、ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。沖縄クイズはないんですよ。あ、ないですか。あ、しまった、はい、前回の振り返りにしましょうかね。そしたら、はい、今日はちょっと横道にそれるっていう話がありますね。はい、では沖縄手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com、 okinawatechou@gmail.com です。ラジオの他に YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。そしてまた同時放送もお送りしております。リッスンラジオまたはマイチューナーという無料アプリで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがあります。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は三印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の小読み、沖縄手帳から運抜きやびら。今日は1月24日火曜日です。旧暦は1月3日、水の絵馬の日。今日晴天確率晴れ 37%、 潮回りは大潮、満潮干潮時刻は満潮、この後は夜8時55分で204センチ、干潮はこの後
3時6分で53センチです。今日は八九市、そして法律扶助の日、無料相談会があります。そして1963年の今日、歴史家東恩納勘順没。そして2016年の今日、沖縄気象台初の低温注意報、久米島名護市でみぞれ降る。そして1977年の今日、男性長寿日本一、112歳の渡名喜玄関さん没という出来事がありました。今日は沖縄の季節暦では真冬の時期です。週初めの日の出日の入り時刻は月曜日ですが、日の出7時17分、日の入り6時5分です。再放送をお聞きの方は、今日は1月29日日曜日です。さて、以前にね、番組にゲストじゃなくて、アシスタントで入っていた与那覇仁さんっていらっしゃるんですけど、うん、創作エーサー集団ネオ琉球主催されてますが、うん、近々公演があるということで、はい、2月の5日日曜日ですねに、ナハート、ナハートって分かりますかね。ナハート、はい、正式には那覇文化芸術劇場那覇と、要するに市民会館ですね、那覇の雲寺小学校の跡地に作られていますけど、そこで、講演発表会がありまして、その2月5日日曜日の14時と19時です。入場料2500円。実は今日は予告だけなんですよ。で、来週次回の番組にその与那覇仁君自体が ここに登場してきます。そして皆さんに直接説明をしてですね、リスナープレゼントを発表したいと、何名かをご招待したいということで、次回ぜひお聞きいただければなと思います。はい、本人このコロナの間は大変だったらしいんですけど、これが戻ってどうにか行き着いて、発表会ができるということになったということで大変喜んでました。はい、来週ぜひ聞いてリスナープレゼントに応募してください。はい、ありがとうございます。では続いては先週の振り返り。先週はまでは2週にわたって琉球の風という大河ドラマについてでしたね。はい、そうですね、まだ最後の締めくくりまではいかなかったんですけど、この話題は引き続き、機会あるごとに取り上げていきたいと思います。うん、ただ沖縄の歴史から見て、小国、小さい国だからどうすればいいのか、どうしなければいけないのかということと、うん、やはり昔から武力に頼るということを避けてきた国だと、はい、でその歴史というのを、多分今月内にももう一度取り上げることができるかと思います。うん、ということで今日は、ね、次のテーマに移っていきたいと思うんです。はい、だから次のテーマといってもね、これ去年先週との引き続きの部分があるんですよ。うん、先週は谷村新司のスバルを、最後にね、はい、紹介しましたけど、ジナークイズにもなってましたね。はい、それが、なんと谷村新司がこのスバルの歌は、このスバルという星、これは大星座の中にあるプレアデス星団ということらしいんですけど、はい、そのプレアデスの星の人間、まあ、つまり宇宙人からメッセージを受けて作ったものだということを話しています。この説明がね、最後ちょっと切れてしまったので、はい、ちょっと変わった人物であるんですね。はい、本人に言わせれば、
何かやってる時にこのスバルのさらばスバル用のフレームズが自分の中に生まれてきたってです、はい、で何だろうかとこの意味を考えながら、時々この宇宙人と会話したらしいんです。あ、なるほど、それやってできた歌なんですね。はい、はい、これはあなたが作った詩でしょ、あなたが考えなさいと言われて、随分考えた結果が先ほど言ったように、はい、あの物からスバル、スバルは彼はあの農作業なんかの目印になる星だと言ってたわけですね。でそこからそれはそれではそろそろでいいんですけど、それから物を崇めてしまう、お金を崇めてしまうというところにだんだん人間が変わっていって、このお金信仰とか物質主義からあの卒業する、さよならするというふうな理解を彼はやったという話なんですよ。ちょっとスバルは何の象徴なんですか。そしたらスバルは、の富、農作物とか富なんですね。ただそれが富が物心化してお金そのものを崇めるようになったと、まあ、物質文明から分かれるべきだというふうな解釈を多分彼はしたと思うんですね。少しこじつけのような、少し難しいなという感じがありますけどね。ただあの歌の中に出てくる人間の思いは、その物質化した現代の資本主義の中の、まあ何て言いますか、あの お金信仰とはお金崇拝とまた違ったところがあると思いますので、それはそれでまた聞いてみようかなと思います。というのはあの聞いてみようと思います。先日話した時にこのクイズの中に出しましたけど、沖縄の八重山にスバルに関連をした歌詞とか民話とか歌があるんですよね。これとても面白いんですよ。これでこれを今日はあの取り上げてみたいと思います。ですから八重山にある、八重山の扉にある、群れ節歌詞、この話をして、それから民話の話をして、ゆきさんに今日はそのスバル群れ節に関連する歌を、ユンタを歌ってもらおうかなと思っています。はい、なるほど。じゃあちょっとまずはこのね、はい、スバル、皆さんよくご存知の谷村新司のスバルをちょっと思い出していただいて、あ、こういう歌詞だなっていうね。でそれからのちょっとつながりですね、今日は。そう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 、はい、はい、カープボーイさん、ツイキャス来てます。前城さん、秋さん、皆さんこんにちは。今日はなんか気温が一桁になるっていう予想だからちょっと怖いけどこれからまた気温は下がるのかな、寒い1月だってきてます。はい、はい、2月の初旬が一番寒いと思いますのでね、今日はぐんぐん下がるみたいですね。はい、はい、ちょっと厚着しましょう。はい、では一旦 CM 行ってよろしいですか。はい、はい、はい。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、はい、手帳発行人の前城です。はい、ツイキャス糸川ホタルさんも来ました。こんにちは、前城さん、雪姫って来てます。じゃあホタルさん、はい、こんにちは。では今日は、今日のテーマからいきますか。そうですね、ではちょっと今日のテーマ発表します。石垣市カビラにある群れ節音の話。はい、先ほども話しました。
ったけど、先週のスバルから話がだん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 発展してきまして、はい、なんとそのスバルにちなんだ歌木が八重山石垣島にあって、そこには素晴らしい民話とか歌もあるってことだったんで、うん、今日は脱線して寄り道してそれを話していきたいなと思います。はい、まあ、本土ではね、このプレアデス星団っていうのはスバルとかウバルとかいうふうに言われるらしいんですよ。はい、で星座の民話を研究している人によると、ちょうど奄美大島より北はだいたいスバルという言語が呼び方が主体らしいんですよ。うーん、だから奄美大島から南に入っていくと、はい、それが無理節、うん、あの群れる群生群れるですね、はい、それと星と書いて無理節とか無理か節とかいうふうに星が固まっているという表現を表す言葉に変わっていくらしいんです。はい、そして、石垣市のカビラ、これはあの観光で有名なカビラ湾があって、とても風光明媚綺麗な場所なんですね。そこに、無理節音というのがあります。うーん、群れる星の歌木、八重山では歌木のことを音と言いますので、はい、無理節音あるいは二節音とかいうふうに言われているだそうです。はい、この歌木ができたことについての言い伝えがまずあるんですよね。うん、昔こうカビラ村のですね、宗家でハエの家、まあ元屋みたいなところですねがありまして、そこの娘がですね、ある時夜中に目を覚まして外に出ると、この無理節が中天、つまり空の真ん中に差し掛かった頃に、不思議な光がこの無理節から出てですね、その霊下が、うん、不思議な光があの村の方に降りてきたというのが見えたらしいんですよ。うん、でこの村外れの森とその群れ節との間をこの不思議な光が行き来している様が見えたらしいんです。登ったり降りたり、不思議、不思議だと思って、翌日も夜中に出てみるとまた同じような現象が見えたということだったんです。これが 2,3 日続きましたので、うん、村の人たちは話しまして、その不思議な光が降りた場所を探したらしいんです。うんうん、カビラの、うん、村外れの森の中にですね、うんうん、白い米の粉で、うん、あの丸い輪を描いた印が見つかったらしいんです。うん、でここにあの不思議な光が降りたんだと。おということは、これはこの無理節の神様がここに自分を祀ってくれという意味だろう、うん、というふうに解釈して、そこに無理節歌姫というのを作ったわけです。はい、無理節歌姫って沖縄だな、あの無理節音ですね、はい、訳しので沖縄風に言いますけど、あの無理節歌姫というのが作られたという話なんですよ。うん、でこの歌姫がカビラのいろんなお祭りの一番の中心の場所になって、今でもいろんなお祭りが行われているんです。うん、今も周りは森なんですか？周りはね、後で写真見れますけど、近くまでもうあの建物がありますけど、ただ森、歌木ではあると森が木がたくさん生えているのはある間違いないです。うん、周りはもう道が通っていますけどね。はい、これを見つけたこのハエの家の娘というのが、実はハエの家についてはまた別の伝説があってですね、うん、話長くなっちゃうんですけど、うん、ある時に村に非常に貧しい身なりをした小敷のような人が訪ねてきたらしいんですよ。はい、でどのうちもこの人を断ってたわけですね。うん、それが唯一村の南の端っこにあった貧しいうちだけが、かわいそうだから一晩泊めてあげようということで泊めたと。うんうん、夜中にこの人が、うん、あの不思議な歌を歌っているのを聞いて、うんうん、で聞いてみると、自分は神様に歌をさ捧げているんだと。うん、であなたは自分の身なりを見てもさ、あの助けてくれたんで、あなたのやあなたやあの村にはきっといいことが起きますよというふうになって、村が栄えるようになったと言われているオチなんですよ。はい、だからそこの娘がというのは、村の中の一番尊敬されているところの娘さんがその不思議な光を見たということになって、村の人たちが一斉に神様のお告げだというふうにやって、歌姫が作られたと。うーん、
八重山にはですね、このスバルに関するこの無理節民話というのがいくつかあるらしいですね。でこれを歌った古い古謡無理か節ユンタというのが伝わっています。はい、後でゆきさんにこれ生歌でねやってもらいます。はい、その前に無理か節民話のこれとても長い民話なんですけど、あらすじを簡単に申し上げておきたいと思います。うん、その昔天の神様が、南の七つ星や北の七つ星を呼んでですね、八重山を治めるようにという命令を出したらしいんです。はい、でも南の七つ星や北の七つ星も私には到底できませんということでお断りしたらしいです。うん、で天の神様はそれで怒ってですね、南の七つ星を南の空の端っこの方に追放したと。はい、でそこであなたは踊っておきなさいと。で北の七つ星も対しても北の端っこの方に追っ払ってですね、そこで踊っておきなさいというふうにやったらしいです。はいはい、でそれを見ていた聞いていたあの無理か星いわゆるスバルですね、スバルはとても小さい星団ですので、その小さな星が神様の前に進み出てですね、私がそれをやりましょうというふうに申し上げたらしいんです。はい、で神様はお前のような小さな星がこの島を治めることができるのかと聞くと、この無理か節ははいできますという返事をしたので、神様は大変喜んで、お前はいつも島全体が見えるように天の真ん中を通りなさいということを指示したらしいんです。はい、それ以来無理か節いわゆるスバルですねは東の空から登って天の真ん中を通って南に沈むようになったというふうなお話が伝わっています。はい、で、これでも分かるように無理か節はあの一番観測するしやすい星になったんですよね。うん、いろんな星の中心になったわけです。そして実際に島の人々に季節とか農作業の時期を伝えてくれる大切な存在になったということなんですよ。うん、で八重山には王府時代から星図、星の場所を書いた図、星座図みたいなのが伝わってましてですね、農作業の時期を知るために星の出る時期、方角、天候、あれ風向きなどがちゃんと書かれて残っているんだそうです。またこの星図にも続いて星の観測をするために使われた星見石、ここで星を見るんだというのは、目印の石ですね、これが島の数箇所で見つかっています。この星図はですね、沖縄では石垣とか久米島とか多良間島では伝わって残っているんですけど、沖縄本島では一切見つかってない。もちろん本土でも一切見つかってないんだそうです。でなぜかっていうのは不思議なんですけど、多分首里王府が作った暦が八重山では伝わらなかった、あるいは普及してなくて、その代わりに星を見て季節をする、農作業を決めるという習慣が生まれたんだろうなと。うん、そのための見る星の場所というかがこの星見石なんですね。うん、明治の最初に岩崎拓司が石垣島気象台の最初の所長として赴任した時もその習慣まだ残っていてですね、彼の記録を見るとちょっと高い字が人間の背中背ぐらいあるかなの石の前に船を漕ぐ炉の長さぐらいのところにひざまずいて、そこから、星見石を通して空を見ると、うん、そこに出てくる星によって季節を知ることができるという習慣がずっと続いていたらしいんです。面白い。はい、ですから八重山はお月様を歌った歌ってもたくさんあるけど、うん、星を歌った歌も結構ありまして、そうですよね、お月様の島でもあるんですけど星の島でもあるらしいですね。うん、で今でもですねその伝統があるせいか、夏に南の星祭りっていうのが行われてほぼ1週間か10日ぐらいですね、その真ん中の日には全島一斉に明かりを消してですね星空を見るというイベントが行われているということなんです。八重山は歌の国になりお月様の国になり星の国だったんですね。石垣島全島
あれ、はい、ライト消すんですね、はい、石垣市内ですね、はい、ロマンチックですね、うん、であと一つ余談が何かあったんだけど、あの一番明るい星を一等星って言うんですよね、はい、それが、30いくつかあるっていうに聞いてますけど、その全てが見えるのは日本では石垣島だけらしいんですよ。それも非常に不思議な話なんですけど、この辺だったらシリウスぐらいですもんね。ですね、はい、まあ、そういうことで、歌の国がお月様の国、星の国でもあったというお話で、その塗りかぶしユンタを後で、ゆきさんにこれは、はい、歌ってもらいましょう。これめったにないチャンスですから楽しみです。で、後でって今ではなくて、うん、はい、今でもやりましょうか、はい、今歌います？今大丈夫ですか？あ、はいはい、塗りかぶしユンタですね、はい、とユンタって歌っていう、まあ、ざっくり言ったら歌の意味ですけど、みんなで歌うもんなんですよ、うんうん、だから一人では歌わないんです、交互に掛け合いなんですよ、うんうんうん、なんで徳志さんもこれもうちょっと無理だと思う。あ、無理ですか、うん、あのなんかちょ私が止まったらじゃあユイサーって言ってもらっていいですか？ユイサー、はい、練習してみます？いやいやいいです、練習しないとユイサー分からなくないですか？はい、どんなやつですか？ちょっと待って、高さ、はい、七つ星どよ、ユイサーって言ってください。ユイサー、ユイサー、ユイサー、そんな感じで止まったところでユイサーって言ってください。はい、じゃあ行きますよ、はい、あ、全部歌います？ちょっと一部でいいですか？はい、いいですよ。じゃあ最初だけ、西七つ星どよ、あ、ちょっと遅いですあの西七つ星どよ、ゆいさ天のあずまいから、ゆいさすまうたいでよちゃら、うんうたいでよちゃら、ゆいさばんやすやふんうたるぬ、んぱでずゆやんど、ゆむりふちにゃんど、にしのファにふんうとし、んまぬファにうちぇんど、まきぼどいぶどるしうんさ、いいさ、これであの今の部分は、うん、あの北の七つ星はあの天の神様から島を治めるように言われたんだけど嫌って言ったので、北の端にあの踏み落とされましたよって、うん、そこで巻き踊りをしてますよっていう部分だけ歌いました。はいはいはい、面白いですね。で次のあの節ではこの南の七つ星が、うん、で同じ内容で、はいはい、で最後には無理節は「はい」って言ったので真ん中に来てますよっていう、うんうん、無理節は島の真上から天の真ん中を通るんだよっていう感じになってくるわけですね。はい、うん、はいはい、面白いですね。これずっと私が今一人でやりましたけど、あの男女とか掛け合いで交互に歌います。うんうんうん、この手がもう三味線じゃなくて手拍子で、うん、ユンタなんで何か作業しながら あの歌って声合わせてあのリズム合わせることで単純作業とかがはかどるので、る、はい、その三振でっていうよりは歌だけですね。あ、はいはいはい、まあ、大工哲郎さんも歌ってますけど、あれはもう歌と三振でやってるわけですね。あ、それをじゃあ節歌風にされてるんだと思います。はい、ありがとうございます。貴重な歌を聴きました。CM 行きます？はい、行きましょう、はい、
それでは沖縄手帳発行人の時間後半です。テーマ、次のテーマに行っていいですか？はい、行きましょう。はい、では後半のテーマです。1963年1月24日、歴史家、東恩納勘順没。はい、1963年に歴史家の東恩納勘順先生が亡くなっています。沖縄の歴史学の大家というと、まずイメージとして浮かべるのは伊波富裕が多いんですけど、その伊波富裕と並ぶ、沖縄学の大都といいますか、尊敬される有名な研究家ということなんでしょうね、お二人とも明治の初期から戦後にかけて活躍した方なんですね。時代的には、東恩納勘順さんの方が伊波富裕より6年ほど遅いということなんです。2人 の、 経歴とかですね、仕事を対比してみると非常に面白いんです、これは説明しながらやっていきたいんですけど、2人ともですね、那覇市の出身なんです。旧那覇市ですから、今の西町とか東町とかその辺の生まれなんですよね。正確に言いますと、東恩納勘順さんは那覇市の東町の出身なんです。伊波富裕は那覇市の西町の出身なんですね。わかりますかね、今の那覇港のターミナルのすぐ裏付近なんです、でお二人のうちの跡地にはちゃんと案内板が出てましてですね、見比べることができるんですよ。で実際にこの東恩納勘順の生まれた場所から伊波富裕生まれた場所には歩いてね、2、3分の距離なんですね。とても近い場所なんですよ、そこで生まれています、で、伊波富裕も東恩納勘順さんも、旧制一中、いわゆる首里校を卒業しまして、東京帝大に進むんです。で伊波富裕は言語学を専攻してきます。伊波富裕は落第したり、一旦京都の三高に入ったり、それしてから東大に入ってくるわけなんですね。で東恩納勘順は最初からもう歴史学の専攻で入ってきます。で伊波富裕は幻の雇用、おもろ創始の研究が生涯 の、 一番大きなテーマになったわけですね、でそれをもとにしまして、言語学、歴史学、民族学と幅広く研究しまして、沖縄学という分野を打ち立てた、沖縄学の父と言われているわけです。一方、東恩納さんはもっぱら歴史なんですね。で実証的な歴史学を極めていくわけです、一切道草は食わない、浮気しないという感じなんですね、このためか東恩納はどちらかというと固く頑固なイメージがあるんですね。伊波富裕は、ロマンチックなところもありますし、詩人的な発想とかひらめきを大切にするという感があるんですよね。というか、伊波富裕が研究した大室宗知時代が昔の歌、昔の詩ですから、そういう文学的な発想が生まれてくるんですよね。で一方、東恩納先生はですね、この琉球王国時代の海外交易の歴史を研究していくと、それをまとめたものに歴代法案という文書があるんです。すごい文書があるんですけど、これを生涯の研究テーマにしていたわけなんです。東京帝国大学時代に2人はよく話し合いしたらしいんですよ。で東恩納先生がこういうエピソードを語っているんですけど、ある時に教室の廊下で壁にもたれながら、話をしていたと。でその時に伊波富裕から、自分は文献の交渉というのは苦手であまり関心がないと、でその辺は君の方で担当してくれないかというふうに言われたらしいんです、で時代的には琉球処分より前、古いのの方、古いところ、薩摩侵攻だな、ごめんなさい、薩摩の琉球侵攻の前の古い方を東恩納さんがやってくれたというような話をされたんだというようなことを後に話をしています。ここからね、2人の研究のテーマとか研究のやり方っていうのが違いっていうのがもう出てきてるわけですね、また見た時の印象もですね、
伊波富士さんはどちらかというとあのちょっとスマートでダンディーなんですよね。これに対して東野先生は顔自体もね真四角で下駄のような顔してるんですよ。江戸の張った非常に頑固そうな構えをしてるんですよ、うん、で東女先生は後には拓殖大学の教授をやったり拓大の図書館館長をやったり拓大の附属高校の校長とか、まあ、その他の私立大の教授もやっていますけど、いかにも、まあ、拓殖大学というといかにも古い頑固な大学のイメージがありますから、これも東女先生のイメージにぴったり合うような感じがあるわけなんですね。さて、先ほど言いましたその東女の研究テーマの歴代法案と呼ばれる琉球王国の外交文書資料集、これなんとですね、この資料集はその期間が444年に及ぶんだそうです。ものすごく長い期間の文書を集めているわけですね、うん、で文書の巻数が270巻に及ぶとい もうめちゃくちゃ膨大な記録なんですね。ある人に言わせれば世界最大の貿易記録集じゃないかという話もあるんですよ、うん、この歴代法案をめぐっては非常にドラマチックな話というのがたくさんあるんですけど、まあ、これはちょっと飛ばしましてですね、その琉球王国が貿易国家だった時の記録をこう400数十年にわたって集めた分、この歴代法案に一生懸命彼は研究していくわけです。さらには1年間をかけて、当時の人は非常に珍しいんですけど、助成金をいただいて1年間をかけて歴代法案、つまり琉球王府の海外交易で、いろいろ活躍したエリアをですね、彼は1年間にわたって研究をしていくわけなんです。それは東南アジア一帯ですね、中国であったり朝鮮であったりベトナム、サム、ビルマ、インドとか、こういうところをずっと訪問していくわけです。まあ、そして琉球王国の海外交易について、黎明期の海外交通史というのを発表するわけです。これが彼の代表作になっていくわけですね、黎明期、琉球王国のはまだ若い時の出かける夜が明ける時期を黎明期と言いますから、はい、琉球王国の夜明けの時代の海外交易というのを発表する。そして当時もうすでに東南アジア一帯を股にかけた大貿易国家琉球の姿を明らかにしていったということがあります。これ風の音がキーキーしてると言ってる。あ、風の音、ツイキャスの方はちょっとね風の音があまりにも強くてちょっとキーキー聞こえるかもしれないです、はい、ラジオでは大丈夫かなと思います。そう、はい、当時中国は民国なんですね。で民国は解禁策というのをやってまして、海外、との貿易は一切禁止なんですね。国が認めた新興貿易だけが許されるという時期だったんです、はい、その中で、民国との新興国家の中で琉球が一番数多く新興貿易を認められていると。2番のベトナムの方倍ぐらいということですから、世界の中心地の民国との貿易が許された一番大きな国が、大きな貿易量を認められたのが琉球王国だったということになるわけですね。すごいことですね。すごい話だと思うんですね。で東恩納勧進はそのいろんな国を訪ねていくわけですけど、その中でちょっとエピソード風に面白いところがいくつかあるんですよね。一つはサイのタイ国ですねに行った時に、青森のドゥーツだと言われるラオロンというお酒をここで見つけるわけですね。で作り方だとか風味を見て、これは青森のルーツに違いないというふうに彼は判断していく、うん、今でもこの説が正しいと言われています、うん、2つ目にはですね、シャム、同じタイですね、タイのワタボーという古い町でなんとそのお寺に納めてある琉球人の銅像、石像を彼は発見するんですね。琉球人の男と女の石像が今でも残っていると、うん、でさらにはですね、ビルマとかね、タイのラオ族のところに行くと、そこの女性の髪型がですね、琉球の漢風と全く同じだと、うん、
うん、行くとこれにもびっくりしまして、その後ろ姿を見ているとつい内縄口で呼びかけたくなるほどだったと彼は書いてるんですよ。であと今度はあの当時明治の昭和の初期ですけど、あのこの東南アジア一帯での糸満漁民の活躍ぶりに彼は目を晴らしてるんですね。びっくりしてるんですよ、うん、バンコクとかジャワとかインド洋の島々に行くとそこになんと沖縄の糸満漁民たちが来ているわけですね、うん、で地元の人がびっくりするような漁をする、いわゆる追い込み漁と言われるんですよね、はい、集団で網を張ってそれに魚を追い込んでいくと、それをやるわけですね。それをやるともう地元の漁民たちは到底太刀打ちできない、すごい追い込み、すごい漁法をやるんだっていうことで西洋人も現地の人たちももうびっくりしてたというようなことが残っていまして、うん、まあ、これはおそらく琉球王府がその昔から培ってきた伝統があちこちに残っているんだなということなんですね、うん、で伊波富裕はですね、この志賀庄那勧潤先生の東南アジア1年間の調査旅行の話を聞いてですね、時々手紙で連絡をもらっていろんな成果を挙げたことを大変喜んだんですね、はい、で志賀庄那先生が帰ってくるときにお室を作ったんですよ。迎え祠っていう、お前迎えて誇らしいということなんですけど、伊波勧潤の副題がね、伊波勧潤君が南蛮よりカエルを迎えて作ったお室、1年間かけて帰ってくるところのお室を作った、でこれをこの歌で迎えたということになるんですね。東女勧潤がですよね、東女勘潤が戻ってくることを喜んで、伊波富裕のおもろですよ、おもろを作ったってことなんですね、はい、だから今で言いましたように伊波と東女はこう研究分野とか手法は全く違うんですけど尊敬し合ってる友人だったわけですね。うん、で伊波富裕が東京で亡くなった時に東女勘潤はあの沖縄の琉球新報紙に論文を出してるんですね、寄稿してるんですね。伊波君の遺骨を古山に古山に迎えよ、伊波富裕の遺骨をですねふるさとに迎えようという寄稿をしてるんですね。そしてこの中で彼は偉大な愛嬌者伊波富裕の墓を沖縄に作り、ぜひともそこにおもろの記念碑を建てたいということを世に問うたわけです。これにはたくさんの賛同者が生まれましてですね、実際にこれがきっかけで浦添大公園の中に伊波富裕のお墓が作られたわけです。公園の中に墓が作られるというのはこれ異例中の異例なんですけど、うん、立派なあの亀甲墓が作られました。行ったことあります、はい、素敵な場所ですよね。素敵な場所ですね、はいはい、でそこの、お墓の前に、お物の記念碑が作られるわけです。お物と沖縄学の父伊波富裕と刻まれた顕彰碑ができたわけです、うん、これも志賀庄那先生の言った通りですね、うん、でこの顕彰碑の裏にはですねこういう文章が書かれています。これも志賀庄那勧潤先生の言葉です。彼ほど沖縄を知った人はいない、彼ほど沖縄を愛した人はいない、彼ほど沖縄を憂えた人はいない、彼は知ったがために愛し、愛したために憂えたと、彼は学者であり愛嬌者であり預言者でもあった。これは東恩納勘潤先生の言葉が刻み込まれています。で伊波富裕が亡くなったのは8月13日なんですね。この8月13日には毎年このお墓の前で、富裕記、富裕のあの富裕は仏外というペンネームを使ってましたんで仏外記というふうに言われるんですけど、それが開かれます。でそこには必ずあのおもろの政党創建者、今アダニアさんですね、あの王府おもろを引き継いでいる方がいますけど、その方が来ましてあのおもろを歌うんですよ。でどの歌を歌うかというと、伊波富裕が東恩納勘潤先生の帰国を迎えて作った迎え祠というおものがこの場で想定されますの でその後伊波富裕が好きだったというサーターアンダギーが配られますので、ぜひとも行ってみるといいと思いますよ、うん、さて、まあ、話を東恩納勘潤に戻すんですけど、東恩納勘潤先生にはあの晩年に
一つのエピソードといいますか、非常に頑固なイメージがあるイハフユにしては、あ、東恩納勘十、頑固なイメージがある東恩納勘十については意外なエピソードが生まれてくるんですよ。まあ、おいらくの恋と言われるやつなんですよね。山野初さん、山野初さん、そう、はい。東恩納勘十さんは奥さんを先に亡くすんですよね。で、一人になるんですが、その時に名護の八尾の出身の山野初さんと知り合うんです。山野初さんは東京の板橋で、青森屋、台風という青森屋をやっていて、そこのおかみさんだったわけですね。で、山野初さんは貧しい家庭で生まれて、通じに身売りされるんですけど、そこを逃げ出して三味線に惚れ込んで、三味線の修行をして、三味線一本であちこちを巡り歩いていくわけですね。で、東京に行ったり千葉に行ったり神奈川に行ったりして、地方としてですね、三味線を広げていって、あとは彼女が頑張ったところでは、琉球民謡の研究会も作られて、神奈川の川崎市だな、それがきっかけで、珍しいんですけど琉球の伝統芸能が市の文化財に、県の文化財に指定されるということまでなっちゃってるわけです。その時に山田通さんはその中心人物として頑張ったということで表彰まで受けているんです。まあ、そういうふうな山田通さんと巡り合うんです。そして、年老いた東恩納勘十先生は若い気持ちを取り戻したのか、その飲み屋に、毎日のように通っていくわけですね。で、山野初さんの歌を聴いたり踊りを見たり、そして山野初さん の, うん、これまでの歴史を聞くわけですね。で、これを聞き語りにして、本、琉球新報に山野初さんの生涯を、繁昇期を三味線放浪記ということで連載を始めるんです。結構評判を呼ぶわけですね。それ一方で東恩納勘十先生の親戚からはですね、これは多分東恩納が書いてるんだと、これを載せてくれるんだという、まあ、大学者、頑固な学者というイメージがありますから、その津田養子になりかねないんで掲載しないでくれとかですね、イメージが違いすぎますからね、出たり、本の出版はやめてもらいたいという、ね、要望も出たらしいんです。でもこの編集を命じられた新聞記者は言ってるんですけど、この山野初が書いたということにされてるんですけど、どう見てもこれは志賀翔奈先生の文章だと。志賀翔奈先生は固い文章でもなくだけではなくてですね、子供の時の思い出話とか結構柔らかい話でもたくさん書いてるんですよ。だから非常に学のある人が分かりやすく書いた文章に違いないと、したがってこれは志賀翔奈勘十先生の本当は作品ではなかろうかということだったんですけど、それは言えないんで、山野初の話をもとにして東恩納勘十先生が聞き書きをしたというふうにしまして、あと本を出版してもらいたいという話がたくさん来ましてね、人気だったんですね。で、その本を出すときは、著者は山野初で、それを校閲して監修したのが志賀翔奈勘十ということで、本を出したという話まで伝えられているわけです。まあ、その時はもう志賀翔奈勘十さんは70後半ですから結構なお年なんですね。そして山野初さん もう2人でですね、もう東京を引き上げて沖縄に帰ろうと、で、2人で一緒に住もうというところまで話が煮詰まるんですよ。那覇に住むか、あるいは山野初さんの出身地である名護の八尾に行くか、そこまで話をするんですけど、それが実現する前に志賀翔奈先生は残念ながら亡くなってしまうと。で、亡くなった志賀翔奈先生は東京の多摩霊園に葬られるということになっているわけです。それが1963年昭和38年の1月24日の今日の出来事だったわけなんです。非常に面白いなと思うんですね。三味線放浪記、一昨年新版が出てますよね。そうとっても、ね、読みやすくていい本なんですよ。そのさらに、名護の八部という集落にも通夜、眉屋だな、
野豪が眉屋っていうところに生まれてるわけです、うん、貧しくて女の子2人は通じ町に身売りされるとか、男たちは出稼ぎに行って移民に行くとか、うん、その一族のことを書いてあるんですけど、うん、これはねこの三線放浪記がきっかけになって、今度はお兄さんがあれはキューバに行ったんかな、メキシコに行ったんかな、移民するんですよね、うん、そのことも、ドキュメンタリー作家の上野秀信さん、これは筑豊の炭鉱町のことをよく本に書いてる人ですけど、うん、その人が調べてですね、なんて読んだったかな、うん、本を書いてるんですよ。気になる気になるちょっと今どう忘れましたけど、うん、でその眉屋敷っていうですね、うん、眉毛の眉屋敷、うん、ここのこれが屋号なんですけど、眉の形がとても美しいということで、うん、眉屋というふうな屋号がついたって言われてるんですよね、はい、その本も出されてるんですよ。そして、2021年の5月19日にはその作家の上野秀信さんというドキュメンタリー作家の直筆で舞の散らさぞ神の島という文字が書かれた文学碑が出来上がったということなんですね。神の島？神の島、うん、はい、で先ほど見ましたように、東恩納勧巡と伊波富裕は仲が良くてお互いに尊敬しちゃうんですけど、うん、経歴見ると本当に対照的なんですよ、うん、西町と東町、昔はこの2つの町が那覇大綱引きを引き合ったと、東の綱と西の綱というのはここから出てくるわけですね、うん、で2人とも東京帝大に行きますけど、東恩納勧巡は歴史学、伊波富裕は言語学で、さらに東恩納勧巡は多古大の教授になって図書館長になって、琉球新報社が東恩納勧巡賞という賞を作るわけです、うん、で伊波富裕は沖縄県立図書館の館長になって、それから東京に行きまして、亡くなった後で沖縄タイムズ社が今度は伊波富裕賞というのを作るということになって、両方とも片方は琉球新報、片方は沖縄タイムズみたいにやってますけど、それぞれね面白い対比ができる生き方をしてるんだなと、うん、ね、お互いね仲良くていいですね、はい、伊波富裕はいろんな女性とのロマンスがあったり、うん若い時はクリスチャンだったりしてるんで、女性にモテたという話はよく出るんですけどね、うん、クリスチャンモテるんですか。東恩納勧巡さんは、うん、頑固で多分そんなにモテなかったと思うんですけど、老いらくの恋には目覚めて激しく燃えたということなんですよね、うん、でもね、なんか年齢関係ない感じですね、東京で出会って、はい、芸能の。そうなんですよね。で片方の伊波富裕のお墓、伊波富裕は そんなにお金がなくて恵まれなかったり貧しい生活してたんで、彼のためにお墓を作ってあげようというのを東恩納勧巡先生が提案して、それが実現したわけですね。一方東恩納勧巡先生は墓は東京にまだ玉霊園で寝てるというのも、うん、なんかその違いというか少し寂しいなという感じがしますけどね、うん、ということで今日は沖縄学の偉大な2人の人物、伊波富裕と対比させながら東恩納勧巡先生の話をしました。はい、面白かったです。また来週もぜひ聞いてください。沖縄手帳発行人の時間お送りしました、はい、トアンシェまたウィーチェウガナビラ、はい、来週は、はい、リスナープレゼントの発表もありますのでぜひお聞きください、はい、この番組は三印刷の提供でお送りしました。